はい、用意、はい。はい、こんにちは、カンピオーネの辰巳です。平泳ぎの、まあ、リカバリーの後に、伸びるのが、まあ、すごく、苦手ですぐ書いてしまうってことやねんけども、で、まあ、今からね、2つのねちょっと注意点をちょっと説明したいと思うので、でこれ聞いてもらったらわりかし、あ、なんか前に進むなっていうね、現象が起きやすいようなテクニックをちょっと紹介していきたいと思うので、まあちょっと、4、5分ぐらいね、ちょっと話ね、ちょっと聞いてください。でまず一番ね、の理由は顔をつけるとね、一つ目の理由としてね、顔をつけるともうすぐに上げてしまうとね、上げてしまうとこれは伸びが全然ない泳ぎになるので、まあ、顔をつける時間をねちょっと長めにね、だからこう1パ2パ3パ4パみたいな感じでね、でこれをちょんってこうつけるだけやったら、もうもちろん手がねもうすぐ返ってこないとダメになってしまうので、だからちょっとつける時間を長めにまず工夫してみてください。でまあ、それと、もう一個ね、でもう一個は、真下につけてしまうとね、ちょこんと真下につけてしまうと体がね快適で呼吸した時にぐっと前進む時に真下につけるとポコンってこうね、ブレーキを一回一回かけてしまうので、ね、かけてしまうので、でできれば頭、おでこありますよね、おでこを自分の遠いところ、ね、自分の真下でなしに遠いところにつけていくっていうのをちょっと意識してやってみてください。で、まあ僕よくね、美魔女の女の人のレッスンとかちょっとするんですけども、まあ自分の真下、ね、真下にはもう泥しかないと、ね、汚い泥しかないと、ね、で、そのもう一個向こう、ね、もう一個向こうには自分の肌がきれいになる美容パックがあると思って、ね、美容パックがあると思って、そこに向かって顔をつけていくっていうような感じでやっていってもらうと、いわゆるこれが体重移動がすごくきれいになって前に進みやすくなるんで、はい、これ一回ちょっとやってみてください。ちょっとね、美魔女のお姉様方の泳ぎちょっと見てもらいます。丸書いて、で手を、伸ばしていくねんけど、顔をねしっかりね、頭こうつけるんやけど、上げるのは、手書くときに初めて上げるって感じね。だからつけてすぐ上げたら、これはさっき言ったけどちょっと素人臭さっていうのが出るから、しっかりグーンパッグーンパッっていうような感じでね。はい、ご用意、はい。はい、よーい、はい。はい、OK、よーい、はい。はい、いける、はい。はい。あ、いいね、みんな綺麗やね、はい、はい、見てもらいました。まあ2点ね、まず顔をすぐに上げて、つけたら上げてこないってことと、ほんで自分の遠いところに顔をねつけていくっていうのを、おでこですよね、おでこをつけていくっていうのをちょっと意識してもらうと、わりかし伸びてる時に前にグーンとこう進みやすい姿勢になるので、はい、これをちょっと参考にしてみてください。以上です。